ホームランハイプチャンネル登録をお願いします。信じられない、大谷翔平の愛犬デコピンが大手 TV 局 CM 出演。英語での見事な演技に全米が驚愕。現地時間1日にワイルドカードプレイオフがスタートしました。6日からドジャースタジアムで開催されるワイルドカードプレイオフのチケットは、初戦とその翌日の分がすでに完売しています。大谷翔平はメジャー7年目で初めてポストシーズンに出場します。アメリカのメディアやファンも注目を集めています。米国メジャーリーグのレギュラーシーズンが終了し、プレイオフが1日、日本時間2日に開幕しました。両リーグで計4試合のワイルドカードプレイオフが行われ、激戦が繰り広げられました。その前に米国の放送局がポストシーズンの見どころを紹介する動画を SNS に公開しましたが、ナビゲーター役を務めたのはドジャースの投手である大谷翔平の愛犬デコピンでした。ネット上の日本のファンからは、話してる、いや、こんな声だったんだといったコメントが寄せられています。これはかなり強引な起用です。ワールドシリーズへの道はワイルドカードから始まります。興奮するファンに向けて、米国スポーツチャンネル ESPN の公式 X、旧 Twitter がワイルドカードラウンドの見どころをまとめた解説動画を公開しました。そのタイトルは、 MLB ワイルドカードラウンドのすべてを大谷翔平の愛犬デコイが解説、というものです。動画内でナビゲーターを務めているのは他ならぬデコピンです。この1分間の広告は ESPN によって制作され、大谷翔平本人の許可を得て作られたようです。今年のボブルヘッドイベントで登場したデコピンとのコラボレーションで、大谷翔平とデコピンが共演しています。デコピンは歓迎セレモニーの一環として姿を見せ、その見事なピッチングはスタジアムのファンだけでなく、世界中の視聴者をも魅了しました。長年活躍してきたデコピンが、ハリウッドやアメリカのメディアからのオファーにより引退するという噂がありましたが、今回のような形でアメリカメディアに登場したのは初めてです。この広告でのデコピンの存在感は、父である大谷翔平のおかげです。ファンが最初にデコピンを見た時、冗談だと思った人も多かったのですが、意外にも翔平の影響力はここまで広がっていました。彼自身だけでなく、デコピンを含む家族全体が今やブランドとして認識されるようになっています。動画の中でデコピンは流暢な英語でプレイオフの仕組みを説明しています。また、僕のパパは MLB でプレイしているようや、パパは今回のラウンドには出場しないんだ。ドジャースは地区優勝し、フィリーズと共にナショナルリーグで勝率トップ2に入ったんだ、といった情報も織り交ぜています。もちろんこれはデコピンの画像と男性の声を組み合わせたラフなコラージュ映像ですが、その独創性に日本のファンたちは驚きつつも楽しんでいます。これがデコピンの声なんだね、デコピンちゃん、ついにポスターボーイに昇格か、ついに俺の犬まで俺より稼ぐようになったか、デコくん、この声だったんだね、デコピンのギャラって高級なおやつなのかな、わら、一度も吠えたの聞いたことないけど、あんな声してたんだ、デコイをこんなに気軽に使っていいのか。ワールドカップの初戦では先に2勝したチームが進出することになり、アメリカンリーグではタイガースとロイヤルズ、ナショナルリーグではメッツとパドレスがそれぞれ最初の勝利を収めました。大谷翔平が所属するドジャースは6日、日本時間7日から始まるディビジョンシリーズに登場します。元アメリカンリーグの本塁打王であるデビッド・オルティス48はドジャースの選手である大谷翔平30に対して、 MLB のお気に入りの可愛い女の子だと揶揄し、なぜ指名打者の大谷が MVP 候補とされるのか疑問を呈していましたが、過去の発言について弁解をしました。 YouTube のダン・パトリック・ショーに出演したオルティスは、先日ドミニカ共和国のポッドキャストに参加した時、私の言葉が歪められたんだ。本当に言いたかったのは、MLB がどのように発展していくかを見たいということ。なぜ今年大谷に MVP を与えられないんだ。彼らは私を一面的な選手として見ていた。それが、数字を残していても MVP を取れなかった理由だ、と、
複雑な心境を語りました。オルティスは大谷について、彼はもう二度と見られないような選手だ。しばらくは彼のような選手は出てこないだろう。彼は完璧だ。この男は50盗塁を成功させて、失敗したのはたった4回だ。信じられない。もし彼が MVP を取れなかったら、本気で記者たちが彼に何か恨みでもあるのかと思ってしまうだろう、と称賛しました。さらに、彼はカメラの外でもチームに安定感、化学反応、リーダーシップをもたらす影響力と能力を持っている。大谷はそれをすべて成し遂げている、と評価しました。メッツのリンドアがライバル視されているものの、大谷の成績は別次元だ、と続けました。オルティスは、2006年に指名打者として54本塁打を放ち、2つのタイトルを獲得しましたが、MVP を逃しました。MLB はいつも、私が指名打者だから MVP を取れなかったと理由付けていた。今年はどうするのか見てみたいと語っています。大谷が MVP 候補とされることへの皮肉な発言は、アメリカメディアから嫉妬とみなされました。しかし、大谷の54本塁打と59盗塁という驚異的な記録に対しては文句のつけようがなく、オルティスは必死に誤解を解こうとしたようです。彼はかつてレッドソックスで本塁打王を1度、打点王を3度獲得した実績を持ち、ビッグパピの愛称で親しまれています。そして2022年には堂々と殿堂入りを果たしました。MVP を取れなくても気にしていない。素晴らしいキャリアを築き、殿堂入りも果たした。そこにたどり着くのは簡単なことではないと自信を持って語りました。デコピンはしっかりと訓練されていると思います。きっと優秀なドッグトレーナーによって育てられたのでしょう。私の犬にガツ5万円の訓練を勧められた時は迷いました。彼が自分でできるのは、お手と座ることだけ。トイレの失敗もよくあります。でも、可愛いのでそれでいいかなと思っています。もともと、オルティスの発言は大谷への批判ではなく、彼の現役時代に指名打者の評価が低く、MVP 議論に彼を含めなかった記者への皮肉でした。しかし、メディアは、オルティスが指名打者として MVP を取る可能性の高い大谷を批判していると報じたため、彼はこのコメントをしたのです。オルティスはエンゼルス時代から大谷を高く評価しており、指名打者は尊重されるべきポジションだと常々主張してきました。彼の皮肉が批判として伝えられたのは残念なことです。もし今年大谷が MVP を獲得すれば、それは時代の転換点となるため、その意味でも注目に値します。開幕直後に通訳の逮捕という大きな事件がありましたが、彼にとって今シーズン、マミコとの結婚や家族にデコピンが加わったことが大きな支えとなったことでしょう。デコピンだけでなく、マミコを含めた全員が彼にとってナンバーワンです。昨年の MVP 投票結果が発表された時、まだデコピンが大谷にちなんで名付けられた犬だとは知られていませんでした。それが、まるで随分昔のことのように感じます。番組には、ナショナルリーグの候補であるベッツが登場しましたが、彼は娘を迎えに行く途中の車内に設置されたカメラを通じて出演しました。ホストは、こんな映像を見たのは初めてだと大笑いしましたが、ベッツは、これも父親として大切な役目の一つだよと答え、その優しさに感動しました。とにかく、デコピンが MVP を獲得することに意義はありません。オルティスの発言が単なる嫉妬から来ていることは認めるべきでしょう。アメリカで成人男性を可愛い赤ちゃんと呼ぶのは、侮辱以外の何者でもありません。オルティスの元同僚も彼の発言を厳しく批判しており、MVP を逃した理由は指名打者だからではなく、その年の MVP 選手がオルティスをはるかに上回る成績を残していたからだと指摘しました。元同僚から、友人として言うけど、恥ずかしい発言はやめた方がいいよ、と忠告されました。昨年の WBC で大谷が登板していた日に、我が家にポメラニアンを